福日アジ YouTube チャンネルをご覧の皆様こんにちは。車中泊経験5回ぐらいです。案内人の M です。ということで今回は車中泊に関する車を皆様に見ていただきたいなと思っております。もう映ってますね。こちらです。日産自動車で売っている車中泊仕様の車両ということで、この車ですね、以前も動画で何回か取り上げさせていただいたんですけれども、ご覧ください。今回こちらナンバープレートがついております。福島日産で試乗車ご用意しちゃいました。キャラバンマイルームです。日産の商用車キャラバンをベースに、なんとおしゃれな車中泊仕様になってしまった。このキャラバンマイルーム、福島日産で試乗車が来ちゃったので、これは紹介しないわけにはいかない。今日はこのキャラバンマイルーム、じっくりどんなインテリアなのかを見ていく、それだけの回となっておりますが、皆様のご参考になりますと幸いです。それでは行ってみましょう。はい、改めまして今回ご紹介する車がこちら、キャラバンマイルーム、グレードがローンチエディションということで、キャラバンマイルーム発表された時にですね、予約の受付をしていたタイプの車両となります。まあ、ローンチエディションは、今も受付は終了しているんですが、標準仕様のキャラバンマイルームも同じような形にできますので、皆様ぜひぜひご参考いただければと思います。そしてボディカラーがキャラバンマイルーム専用のサンドベージュとホワイトのツートン仕様となっております。ちょっと横から見てみましょう。はい、いかがでしょう、わかりますかね。キャラバンマイルームのこのサンドベージュがベースカラー、そしてルーフのところがホワイトになっております。キャラバンでツートン仕様、今まで見たことなかったかと思います。こちらマイルーム専用のツートン仕様、ちょっと寄ってみましょう。はい、ここですね。このピラーの、こう言っちゃうんですけれど、結構半端なところからですね、分かれているんですよ。ピラーの途中からここでホワイトになっている、はい、B ピラーこちら、はい、ここで分かれております。はい、ギアがここですね。はい、こちらの普通ツートン仕様ってここで塗り分けしがちかなと思うんですけれど、キャラバンマイルームですね、このちょっと半端なところで塗り分けされているのが私可愛いなって思います。皆様はいかがでしょうか。私がキャラバンマイルームを買うんだったら、まさしくこのボディカラー、この仕様が欲しいなと思っております。はい、そして外観、まあちょっと見たんですけれど、キャラバンマイルーム一番肝になるのは何でしょう。そう、リアです。ちょっと開けてみましょうね。はい、こちらでございます。届きたてほやほやで、何もなくセッティングしてないんですけれど、はい、キャラバンマイルームですね、ベッドのタイプ2つありまして、今日ご紹介するのは跳ね上げタイプのものとなっております。今こちらですね、右手側に跳ね上げた状態で置かれているのがわかるかなと思います。そして、まあ、早速ですね、この部分ご紹介したいなとも思うんですが、キャラバンマイルームの結構特徴的なポイントとして、2列目セカンドシートが面白いんですよね。見てみましょう。はい、オートスライドドア、左側がオートスライドドアついておりますが、こちらですね、はい、ちょっとクッションなんかも置かせていただいております。でも見ていただきたいのはクッションじゃなくってこのシートなんですよね。2列目シート、ちょっと乗り込ませてください。なんか恐縮だから、恐縮しちゃうから靴脱いで入りましょうね。私、この床面の部分もですね、はい、木目調のパネルが敷き詰められております。で、乗っていただく際、移動中はこの状態になります。もちろん前を向いてのシートアレンジとなっているんですけれども、はい、目的地に到着しました、じゃあくつろぎタイムのスタートですってなったらどうするかというと、はい、このシート後ろに向けたいですよね。どうやるかっていうと、これがキャラバンのシートの面白いところで、はい、よいしょ、こうなります。そして、はい、ヘッドレストを取り外してこっちのシートを、はい、こう倒れるようになっているんですよ。どうでしょうか、面白くないですか。このシートアレンジがキャラバンの2列目の特徴となっております。もう一回座ってみましょう。はい、どうでしょうか、もう完全にくつろぎのスペースが完成しております。そしてですね、このシート、さらに面白いところが、先ほどの乗車姿勢の状態と、そしてこのくつろぎモードの状態でシートの柔らかさが違うんですね。乗車姿勢、前を向いて走行中のモードはちょっと硬めのシートの質感、そしてこうしてくつろぎモードに変えていただくと、ワオ、ソファーみたいな
座り心地ということで、ちょっと柔らかめの質感になるんですね。これによって、くつろぎの空間がより楽しい上質なものに変わるようになっております。いかがでしょうか？この空間ですよ。キャラバンマイルームの本質でございます。座った感想、めっちゃ広いです。めちゃめちゃ広い。快適です。これだけの空間、車の中で、しかも、元は、ベース車両はキャラバン、商用車ですけれども、それが、どうですか？このインテリア。はい。アイボリーとベージュが、基調となっている、このインテリア空間。さらに、ちょっと、ベッドの下ろしは、この後やりますからね。はい。もう一個見ていただきたいのは、ここです。この紐、マグネットついてる。面白い。はい。マグネットついてて走行中プラプラしないようになってるんですけど、この紐引くと、そしていかがですか、これすごくないですか。ウッドブラインドがついてるんですよ。ウッドブラインドってだけなんかおしゃれな気持ちになるんですけど、これ車の中ですからね。ウッドブラインド、これ標準でついている、日産自動車として販売してる車についてるんですよ。これすごいなと思います。はい。そしてさっきから映ってたんですけど、一旦消しました。こちら天井をご覧ください。はい。1,2,3 とスポットライト、ダウンライトがついております。さらに、はい、こちらですよ。見てください。車の中なのに間接照明入ってるんですね。これもメーカーの純正の仕様です。後から、どこか、車を買ってきてから、どこかに持って行っての仮装してるとか、自分でカスタマイズとかしてるわけじゃないんです。初めからこの仕様になっている、かっこいいよねっていう、このくつろぎの空間。さらに、じゃあ、お待ちかね、ベッドを下ろしましょうね。ベッドを下ろすときは、まずここにかかっております、フックを外していただいて、結構考えて作られてます。フック外した後これプラプラっとしちゃうのどうするんだろうなって思ってたんですけど、ここにホックついてるんですね。はい。このホックをここにカチッとやってあげると、はい。プラプラしない。いいですね。で、シートを跳ね上げシートを下ろします。はい。バターンって閉まらないんです。優しく降りてきました。ちゃんとこういうところももう手離したらバターンって行きそうなものなんですけれど、はい。しっかり優しく落ちるようになっている。うわー、いいなー。これたまんないですよ。足の裏失礼します。いかがですか？これ最高の空間ですよ。私、車の中で仕事をするってちょっと夢で、そんな夢、夢のない夢に聞こえるかもしれないんですけれど、このキャラバンマイルームに乗って出かけた先で、ちょっと、自然の風景を見ながら、くつろぎながら、仕事しようかな。パソコンでちょっと動画編集しようかなみたいなのをやりたくなりませんか？こんなところで。いやいやいや、自然を楽しんで遊びに行けよって言われちゃうかもしれませんけれど、でも、そんな、仕事のひとときですら、このキャラバンマイルームの中でしたらなんか楽しいものになりそうって思っちゃいますね。はい、もちろん、右にも左にもウッドブラインド搭載しておりますので、もう、こうやってあげれば、はい、プライベートな空間完成いたします。はい、さらに、冒頭からちょっと気になってた方もいらっしゃるかもしれません。ここになんか板ついてるんですけれど。よいしょ。はい。この板、外して、つけていただきますと、はい。このように、テーブルが出現します。このキャラバンマイルームですね。中からちゃんとドアが開けられる仕様になっております。はい。開けまして、閉めちゃうとですね、どういう状態かわかんないと思うのでお伝えするとですね、はい、この状態でバックドアも閉めていただいて大丈夫です。ここで、いや、なんならバックドア開けましょう。目の前に自然が広がってる、この状態でここでご飯食べてもいいですし、パソコン広げて仕事したっていいんですよ。あとちゃんとですね、ここはい、下にですね、金具ついてますので、はい、こうやってロックすることで、テーブル動かないようにもできますので。いや、これいいな。ここで、みんなここで仕事しましょう。私この車、レンタルして、オフィス代わりに使いたいななんて思っちゃいますけれど。はい、どうですか？これ今見えてるのは、郡山の市街なんですけれども、この先、想像してください。この先に、例えば、静かな湖畔の風景とか、この先に、
緑が生い茂っているとか、雄大な山々が見えているとか、そういうシーンですよ。そんなシーンでこうやってご飯食べているだけでも特別な気分に浸れるんじゃないかなと思います。さらにですね、仕事に疲れたら足上げていいんですよ。こうやってくつろいでいただく、ここにコーヒーとか片手にこうやってくつろいでたら最高じゃないですか。今日風強いのでですね、めちゃくちゃ私今寒いんですけれど、これ季節は選んだ方がいいですが、じゃあ、はい、ちょっと一回ですね、閉めましょうね。はい、ちょっとあまりにも風が強くて寒いので閉めさせていただきましたけれど、この空間、最高。で、なんなら外もう風ビュービューですけれど、閉め切ればもちろん、車内、快適な空間が待っております。いや、いいですね。で、さらにですね、こちらの上の照明、リモコンで明るさが変えられるようにもなってるんですね。カメラで伝わったでしょうか。なので、あとは完全にこのダウンライトはオフにして、間接照明だけをつけるとか、そういったこともできるようになっております。これ 100% の明るさにすると結構明るく映ってますので、車の中でちょっと作業したいなとか、そういう時もですね、安心して乗っていただける仕様となっております。収納も豊富なものになっております。ここ開けていただくと、おお、結構、ゆとりがありますね。で、内張りしっかりですね、フェルト地が貼られておりますので、はい、ここに安心してですね、荷物いろいろ入れていただけるような、はい、スペースがございます。はい、一旦ですね、跳ね上げを下げちゃってるんでご紹介しませんけれども、この下にもですね、はい、この下の壁側にも左右それぞれに荷物スペースが、あるようになってございます。はい、そしてこのテーブルですね、今、一番こう、外側に置いたんですけれども、これスライドできるようになってますので、こんな感じですね。ぐーっと手前までスライドして、あ、一番手前、ここか。すごい。結構伸びますね。ここまで伸ばせば今度は、はい、こちらのシートから何か乗って、パソコン作業とかご飯食べるとかしていただくのにも使えるぐらいまで、はい、しっかりテーブル天板が手前に出てくるようになってるんですね。はい。こんな感じでですね。おー、ちゃんと手前まで来ますね。ここで、はい、ここで作業していただいてもいいし、あと、ここでくつろぎながら、こんな感じですね。ちょっと足上げたりしてくつろぎながら、ここにコーヒーを置いていただくとか、そういう使い方もできるようになってます。ちゃんとですね、これ以上いかないようにストッパーついてますので、ご安心ください。さらに、金具でロックをかけることもできるようになっております。はい、そしてですね、今までずっと、後ろ側に向けて、動画回してましたけれど、はい、こっち側はいいけど、視線ずらして車両前方に向けますと、まあ、車の中じゃん。ってなっちゃいますので、しっかりですね、はい、カーテンもついております。これカーテン閉めるとプライベート空間完成いたします。フロント側とサイドもですね、ついておりますので、こうやってカーテンを閉めていただければ、もうプライベートなお部屋ですよ、お部屋。なおかつウッドブラインドも閉めていただければ、もう外からの視線気にする必要ありません。あれ、後ろの視界めっちゃ見えちゃうじゃんって思われますけれども、ご安心ください。はい。ロールスクリーンを、よいしょ、下ろしていただければ、はい、もう無敵ですね。360度どこからも視界を気にすることなく車の中でくつろぐことできるようになるんですね。自分の部屋よりも快適説がありますね。このキャラバンマイルームで実際に車中泊をしてみた動画をですね、必ず近いうちに撮りたいと思います。私が個人的にこれで車中泊したいだけなんですけれども、はい、どんな感じに使えるのかな、皆様にお届けしたいなと思います。はい、という感じでですね、ご紹介してまいりましたが、最後にですね、まあ車中泊仕様の車ってことはもちろん、車中泊できるように寝れなきゃいけないということで、はい、寝るときどんな感じのレイアウトになるのっていうのを試したいと思います。まずはこちらのテーブルですね。はい。出してたものを一旦しまいましょう。こちらをしまって、はい。こちらのシートを今度はベッドモードに変えます。はい。これをこちら側にバタッと倒していただいて、よいしょ。高さ合いますね。はい。さらにこれをこうです。はい。すごい。おー、あ、シートも結構しっかりスライドしますね。はい。こんな感じでですね。はい。パタンパタンと倒していただければ、はい。先ほどよりもさらにさらに広い空間が誕生いたしました。
完璧ですね。何の不満もございません。なんならこれだけで言ったら私自分の普段のベッドよりも広い。全然広い。私身長173センチありますけれども、全く問題ない広さ。なんなら身長180センチオーバーの方でもしっかり寝れるだけの奥行きと、そして幅がありますね。これ一人で寝るにはもう余裕、快適そのものっていう広さございます。すごいな、最高だな。このマットの質感もしっかりとこう柔らかさがありつつ沈み込まないみたいな、素材感、柔らかさになってますので、かなり快適な車中泊楽しめるんじゃないでしょうか。もうここにあと毛布持ってくれば完成ですよ。寝れます、余裕で寝れます。車中泊アレンジというか、あんなこともこんなこともできそうだなっていう妄想会だったんですけれども、このキャラバンマイルームでお出かけすればどんなところも私の部屋になる、なんなら普段の部屋より快適みたいな、そんなところもあるかもしれません。で、まだまだですね、このキャラバンマイルームで実際車中泊をしよう、外に出かけようってなった時に、ご紹介した部分たくさんございますが、改めてですね、このキャラバンマイルームでお出かけをして、出かけた先でちょっと車中泊しようかな、そんな動画、皆様にお届けしたいなと思っておりますので、お楽しみに。またですね、このキャラバンマイルームのこんなところもっと詳しく紹介してよっていう声もお待ちしております。コメントでどんどん教えてください。最後になりましたが、こちらキャラバンマイルーム福島日産で試乗車のご用意ございます。今日はですね、こちら福島日産の郡山店で撮影をしておりますが、ちょっとですねお店いろいろ動く可能性ございますので、まずはこの車見てみたいよという方、お近くの福島日産のお店にお問い合わせいただければと思います。福にチャージ YouTube チャンネルは毎日更新です。チャンネル登録をしていただくと見逃しがございませんのでお勧めしております。また今回の動画いいなと思った方はぜひグッドボタンで応援してください。それでは次の動画でお会いしましょう。ではまた。